どんなに不器用な人にも3年本気でやれば、ゼロからでも月収100万、つまり年収1000万はいけるから、こんにちは、キタルです。今回こちらですね、はい、企業成功の最低条件、イエーイイエーイ、ありがとうございます。コロさん、ありがとう。はい、ありがとうございます。今回、はい、これから起業する人、もしくは今事業してる人でも大丈夫なんですけども、はい、ここだけは押さえとけよっていう、成功といういろんな定義あると思うんですけど、例えばこう定義してここだけは押さえといてっていう必須条件ですね、はい、言い換えると、はい、まあ、最低限ここは押さえようっていうラインをちょっと教えてもらえればなと思ってまして、はい、これはね、語れるんじゃないかな、だって俺一発じゃないもんね、もう13発ぶち上げてるわけだから、そうですね、この最低条件っていう部分ではしっかり提示できるんじゃないかなと、はい、もう調子に乗って最後まで書いちゃったからね。ここについてちょっと今回はじゃあお話をね、はい、していただこうかなと思いますけど、じゃあコロさん、早速ですけど、はい、吟じちゃっていいですか。吟じちゃってください。吟じさせてください。俺これね、僕らはめちゃくちゃ楽しいんですよ。僕らはめちゃくちゃ楽しいんですよ。あのね、これね、動画見てくださっているあの視聴者さん、はい、ありがとうね、はい、内輪で楽しんでるように思えるじゃないですか、はい、でもね、少しぐらいふざけながらやらないとね、これ10本目なの今日。そうですね、もうね、身が持たない、心も持たないって。ちょっとふざけさせてもらわないと、はい、じゃあ早速こちらね、はい、行かさせていただきます。あとですね、概要欄の方に北原孝彦の公式 LINE を、ご案内させていただいてます、はい、継続して見てくださってる人はね、いつもこのお知らせが入るなって思っていただくと思うんですけど、お知らせするたんびに30人から多い人150人毎日友達追加してくださるんですよ。本当にありがとう。僕自身ね、初めての起業を経て、そこからいろんなプロダクトを立ち上げて、で今打率ほぼね、8割以上の打率で1億いっちゃうんですよね、1案件だからね。そういう意味では企業成功の最低条件を語るにふさわしい僕かなって思ってますし、そんな僕がね、発信している情報をですね、友達になっていただけると受け取っていただけるので、よかったら見てみてください。僕自身が、100円稼ぐところから50億のグループ作るところまでどんな風に成功させていたのかってことを聞いてもらうと、そういう動画が届きますので、見ていただくとね、この、最低条件ここやなって、今日言ってることってそういうことかってことがね、分かっていただけるんじゃないかなと思うので、合わせて一緒に必ず見てください。人生変わる動画になってるんじゃないかなと思ってるんで、はい、じゃあ早速いきますよ、コロさん。はい、お願いします。はい、10本目ですよ。はい、いきますよ。そもそもなんですけど、最低条件として、はい、食っていけるために、そこですよね。ここなんよ、結局、はい、食っていくためにっていうのがまず大事だよね。そのやりたいことをやりたい、やりたいことで起業したいっていう人って、多分まだ一致にかかってないんですよね、本当に。ごめんなさい、ちょっとねちょっと疲れちゃってるパワーが、ね、ちょっとパワーが、ね、パワーが、ね、でも10本目とは思えないぐらいのテンションでやってるでしょ。そうです、ね、これはね、もうコロさんのおかげ、本当に。まずコロさん、ありがとう。そしてね、僕よくインスタグラムで動画撮影してる裏側全部見せてるんで、で今実はね、この下にね、動画をね、動画をこうやって、ね、こうやって動画撮影、ちょっと名前も出ちゃうからね、そうこうやってね、動画撮影してんよ、はい、インスタグラムでね。このインスタグラム見てくれてる人がさ、さっきから頑張れと、あと何本とかね、コメントくれるわけよ。インスタグラム見てくれてコメント入れたりしてくれる人がいるとね、視聴者さんがいるとね、こう演者としてのパフォーマンス力が上がるよね。そうですよね、伝えるっていうのが楽しくなりますよね。そう、伝えるのが楽しくなるから、うん、なんとかやってきれてるっていう状態ですね、うん、で、まあちょっと脱線しちゃいますけど、はい、あなたがじゃあやっていけるために、うん、食っていけるためにっていうことで、まず一番最初にやってほしいことが固定費出そう、うん、まずコロさんは今最低生活レベルっていうのはいくらぐらいかかってるんですか。家賃、光熱費、はい、食費、はい、含めてだいたいざっとでも20万ぐらい。お、いいっすね、はい、じゃあ僕の固定費、はい、東京別としてね、はい、長野の固定費に関しては僕の食費、うん、家賃、携帯電話全部入れて多分ね15万ぐらいですね。だから結構切り詰めれば10万ぐらいですね、はいはいはい、で東京入れると、はい、固定費400 爆発してる、爆発、
ここの家賃がさ、はい、そもそも85万さや。そうですよね。代官山のね、はい、会場が320万さや、僕んちが。東京に行った瞬間400万になっちゃう。そうですね。うん、東京金かかんない。東京は怖い街やで。ね、だからまず、固定費だと、うん、生活レベル。で、これね、家族がいたりだとか、うん、ね、男性によっても違うし、女性によっても違うし、お母さん、お父さんを介護してるっていう風になったらまた違うと思うし、うん、お子さんがいるってなったらまた違うと思うしね。で、この固定費をちゃんと正確に出して、うん、一体いくら稼げば、その企業は挑戦成功と言えるのかっていう部分を、まず一つ最低ラインをちゃんと出そうっていうことですね。ここまでは分かりやすいですよね。はい、これ問題ないですよね。でもね、これね、出そうって言っても出してる人意外といないんですよ。そうですね。これから生き死にかかる戦いをするのにもかかわらず、生活も含めた損益分岐点を分からんでやる人いるんですよ。だからやろう、まず出そうぜ、うん、マジで。そうするとね、意外と、あ、これだったら失敗してもアルバイトでもやっていけれるじゃんって人いるんじゃないかな、うん、結構。だからこのね、固定費を出すっていうのが非常に大事、うん、はい、はい、はい、そしてですね、心が鬱になるほどの負荷をかけないっていうですね、うんうん、ちょっとね、ここ途中で毛虫さんがいますけど、そうです、僕間違えた時にくちゃくちゃくちゃって毛虫にしちゃいます。で、これなんで毛虫をかき出したかというと、これ僕の姉ちゃんに教わったごまかし方なんです。なるほど。僕の小学校の頃のノート、毛虫だらけになりました。心が鬱になるほどの負荷をかけないってことですね、うんうん、僕ね、この YouTube ね、すんげえメンタルくるんですよ、はい、もうコメント一つ取って、はぁ、もう YouTube 頑張って撮るんよ、はい、でね、この動画を見てくださってる頭のおかしいあなたね、はい、あなただよ、あなた、コメントくれるじゃん、あなたのコメントは温かい、うん、でもね、本当に頭がおかしいコメントたまに入るでしょ。もうその時、こう携帯見ながら、あこれリアルにね、僕が撮影来た時本当にもうなんかはぁってなってるんですよ。またこういうコメント入ったわってなるんよ。でもね、落ち込むんだけど、鬱になるほどの負荷じゃないの、うんうんうん、だからここ大事かなって。その取り組み、その挑戦があなたの心に負荷がかかる部分はいい、だけど鬱になるほどの負荷はちょっと僕は避けた方がいいかなって思いますね、うんうんうん、そして肉体への負荷、これ、うん、コロさん、これ大丈夫今？肉体への負荷ですか？はい、僕はだってコロさん、立ったまま気絶して2回俺の前で倒れてるからね。大丈夫？はい、ちょっと寝れない日が続いたりすると、はい、あ、やべえなってはなるんですけど、はい、ケアする日はケアしようって。なるほどね。ちなみに心が鬱になるほどの負荷は大丈夫？心が鬱になるほどの負荷は全然ないです、僕。え、ぶっちゃけ、はい、コロさん、苦手なクライアントさんとかいらっしゃるんですか？苦手なクライアントさんはぶっちゃけあ、いらっしゃるんですね、はい、じゃあ実際に苦手レベル10、はい、あの苦手じゃないレベル1だとして、はい、僕リアルに全然怒んないんで、はい、1から10で言うと僕どこっすか。もうこれリアルに言うんですけど1です。本当に本当に、はい、なんで僕なんやかんやこうやって、はいはい、こう翔さん、北原さんとかみんなさんとこう、はい、関わりを持たせていただいてるというのがあるんですけど、はい、僕自身多分めちゃくちゃ気にしいなんですよ。コロさんが、はい、あんなに遅刻するのに気にしてる割に、逆に言ったらこの負荷っていうのが僕こう、はい、あんまりこう負荷かかってならないタイプだとは思うんです。なるほど、はい、北原さんのスタンスというかこのやっぱりタイプが似てるってことなんだ。そうなんです、めっちゃ共感できるんですよ、うん、え、ちょっと待って、はい、共感できるのになんでフィクサーの電話僕に繋げるの。そうなんです。多分、はい、そのコロさんの上司さんの大本さんね、はい、そうですね、お師匠さん、お師匠さんが、はい、多分気にしいとは真逆の方なんですよね。これね、別にね、嫌いなわけでもなく、否定してるわけじゃなく、はいはいはい、いじらさせていただいてるっていう感じで見ていただきたいんですけど、はいはい、そうですね、はい、多分僕らとは真逆のポジションなんですよ。その方からのご要望を北原さん、なんとかならないですかってコロさん、僕に伝えてるんですよ。で、過去にあったのが、はい、もうすでにエントリー締め切っていて、はい、入場制限かかってますよってところに、これから行きたいんだけど、なんとかねじ込んでくれっていうのを僕にダイレクトでつなげるんですよ、コロさん経由で。いや、無理やって、だって俺主催じゃないもん。僕もね、難しいと思うんですよね。ねえ、え、それじゃあ電話してくるときって、はい、あ、北原さんまたこれ気にするんだろうなって思いながら電話してる感じですか。そうっす、一回翔さんに相談したんですよ、その時。もう一回言っといたらいいんちゃう。あ、もうね、翔さんも真逆だから。フィクサーと翔さんは
本当に気にしいポイント分かってほしい。心すり減ってるから本当に。はい、まあ何が言いたいかというとね、心への負荷、肉体への負荷が許容を超えるような取り組みって続けられんよってことですね、うん、まあ最低条件これでしょ、うんうんうん、はい、まあ、これは本当に人によって変わるっていうところだと思うので、はいはい、ぜひ視聴者の皆さんも自分がこれをどこまでなのかって一回書き出すっていうのはありですよね。そう、ジャンルによると思うんだよね。だから自分に合った肉体への負荷のかけ方、心への負荷のかけ方っていうのを掴んでくると、うん、どのジャンルだったら自分はずっとトルクを高く、エンジン、ガソリン全開でずっと回し続けられるかなってところをちょっとこう知るっていうのも一つですね、うん、はい、最低条件としてはこのあたりはカバーしてください、はい、ありがとうございます。じゃあちょっとまたその上でですね、はいはい、最低条件切らないようにして起業するってなったら、はい、やっぱり売り上げを上げて、はいはい、売り上げ上げなきゃいけない、この固定費以上のお金を稼がないといけないと思うんですけど、はい、それをしようと思った時のいわば必須条件、最低条件っていうのもあったりしますか、はい、あります、あります、はい、じゃあちょっと行かせていただいていいですか。はい、お願いします、はい、このね、1,2,3,4,5,5 個かな、はい、順番としてはこれね、企業だけじゃない、店舗だろうが講座だろうがコミュニティだろうが、世の中のビジネス何でもそう、フレームワークっていうのをちゃんと理解しようってことですね、うんうん、まず一つ目、あなたが未来を約束できる、商品サービスを作ってください。もうこれもね、口を酸っぱく何回も何回も言ってんよ。あなたが約束できる商品サービスを作ってください、うん、この時ね、注意としては別にすごくなくてもいいんだよっていうことですね、うん、例えるならね、もう皆さん企業経験って絶対みんなあるんですよ、うん、というのもこれよく僕のセミナーとかでもお話しさせてもらうんですけど、じいちゃんばあちゃんの肩叩きをしてお立ちもらったことないですか、父ちゃん母ちゃんの手伝いをしてお立ちもらったことないですか、コロさん何かないですか。僕めちゃくちゃあります、ね、何あります。家でお小遣い毎月じゃなくて、はい、これやったらいくらっていう表があったんですよ。出来高制、はい、何年生の頃。小学校の時は全部それでした。うわすごいビジネス思考おかんにそれを僕から何やったらいくらっていうのを教えてって言って、じゃあ全部書くねって言って書いたやつがずっと使われてた、はい、例えば何か覚えてるの項目言ってくださいよ。あ、もう全然、洗濯物を取り込む、畳む、取り込む、畳む、いくらだったんですか。で、100円とかでした。え、ちょっと待って、高額やない。え、本当ですか。え、それ小学何年生。小学、あ、でも小学1、2年生とかはそんなんなかった気はするんで、多分3、4年生とかからするんです。3、4年生で、え、それ1回あたり、はい、それとも1ヶ月取り込んだら100円じゃなくて。1ヶ月です。あ、ですよね、はい、1ヶ月頑張って取り組んだら、はい、取り込む、畳むで1ヶ月やったら200円。そうですね。あー、小学生だったらね、うん、はい、それと企業何が違うのと思って。おー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 おお、はい、約束できる商品、サービスを作ってこれやるけどいくらでいかがですかってお母さんに言って、うん、あ、それだったらいいよっていう料金の交渉をしてやったらもらえる、うん、これと企業何が違う。おお、確かに理屈は一緒なんよ、うんうん、あなたが約束できる商品とかサービスを作ってそれを欲しいっていうふうに言ってくれる人に対して知ってもらう、うん、これやってるだけですね。お母さんに知ってもらいましたよね、うん、お母さんだから言いやすかったですよ ね、うん、そうですね。じゃあ家事代行とかどうだろう、うん、コロさん家事代行はイメージある。イメージありますよね、はい、で家事代行ってサービスありますよね、うん、お友達、あ、それ俺代わりにカレー作っといたろうかって言えません。いや確かに全然言えますね。じゃあそのお友達に、いや、お前のカレーこれもう商品なるんちゃうって、うんうんうん、なったらお友達にこういうことやって喜んでもらったんですけど、 YouTube の立役者のコロスケがお宅に上がってお宅の冷蔵庫の中から勝手に選んでカレーを作ろうと思うんですけど5000円でいかがですかって言ったら、多分ね、面白半分で買ってくれる人いるんじゃない。いそうですね。いますよね、はい、これ企業と何が違いますか。確かにですよね、うん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 、これなんですよ。つまりお家でお手伝いしてお立ちもらってる人ってもうね、これ企業やってんすよね。なるほど。知ってもらったらそれお願いしますって問い合わせてもらうってことですね、うんうんうん、お友達にこういうカレーを作って喜んでもらいました。普段コロスケは裏側にいて表に出てくることはないんですけど、はい、このカレーとコロスケのトークセットで5000円でいかがですか。ついでに YouTube のコンサルもやらせてもらったら、僕が作ったカレーを一緒に食べながら YouTube のアドバイスさせていただきませんか。3万円で売れるよ。
全然3万なら売れる、はいはい、いやこれね5万でも売れると思う俺。面白いっすよね、うん、そこからアドバイス取って、あもうコロさんここまでアドバイスしてもらってコロさんに代行お願いしますってなると思うよ、はいはい、だから問い合わせてもらう、うん、で説明する、説明のフェーズもいっちゃった、うん、説明しましたね今。そうですね、でそしたらあと提供するだけじゃん、これだけ、これ全ての商品でこれやるだけ。うーん、はい、これそうですね、はい、あとちょっとどっちになってるかわかんないですけど、はい、営業の1回動画を撮らせてもらった、撮らせてもらいましたね。営業しなくても売り上げ上がる方法っていうのを説明してもらったんですけど、はい、今回この流れを見ても、はい、営業というかそう押し売りしてないよね、押し売りしてないんですよね。そう、説明聞いてくださいよ、買ってくださいよなんて言ってないから、うん、これは全部に共通して面白い、全てのジャンル、うんうん、全ての商品サービスに共通してることだから、うん、ぜひこのフレームワークをね使って挑戦してほしいなって思います、うん、結構やっぱりここで一番大事だなと思うのは、すごくなくていいけど約束できる商品サービス作りっていうところはやっぱり必要であって、もうそこができたらここってあと流れだけな気がします。そう、なんかねすごくなきゃいけないとか、うん、なんかキラキラ輝いてなきゃいけないとかって思っちゃう人いるんですよ。でもお客さんは別にすごい人探してるわけじゃないの、うん、あなたの悩みを解決してくれる人を探してるわけだから、うんうんうん、すごくなくていいんですよ。悩みが解決できればそれでいいから、うん、そこをずれちゃあかんよっていうことですね。これはかなり分かりやすく、分かりやすいよね、最低条件、はい、めちゃめちゃシンプルだもん。クリアしていく流れが分かったんじゃないかなね。本当に頭がおかしくてもできるだからつまり動画を見てくれているあなたはできる、うん、はい、そうですね、ありがとうございます、はい、今回企業に、必要な、まあ、最低条件というところでお話しいただいたんですけども、はい、まあ、実際に自分の生活費を稼ごうねとかっていう最低条件からお話してもらったんですが、はい、これ通りによれば最低限稼げるというか、めちゃめちゃ先のある稼ぎ方ができるんじゃないですか。本当に、まずこれ、うん、これを一回やってみて、うんうんうん、でダメでもやってみて、うん、とりあえずやってみて、で一人で行動できんかったら俺のとこ来て、うん、俺のビジネス企業コミュニティのとこ来てみてくださいよ、うんうん、こういうのも当たり前のように毎日のようにやってるんで、うんうんうん、でどんなに不器用な人にも3年本気でやれば、うんうん、ゼロからでも月収100万つまり年収1000万はいけるから、うん、だって3年間本気で行ってない人知らんもん、うんうんうん、やってなかったら行ってないけど、うん、やってる人で大体行く。で僕のコミュニティで、早い人は3ヶ月ゼロから100万行ってる。もう本気でっていうのは結構重要かもしれないんですけど、もう本当に本気、うん、もうさっきお話ししたこれだよ、うんうん、約束できる商品サービスを作って知ってもらって問い合わせもらって説明して提供する、もうこの流れ、うんうん、全然変わるから人生、うん、はい。ありがとうございます。ありがとうございます、まあ、これからちょっと起業する人、また今の事業をちょっと見つめ直すいい機会にもなるかなと思ったので、はい、ぜひ視聴者の皆さんもコメントでなんかアウトプットとかもしてほしい、はい、していただきたいですね、はい、ぜひお願いします。はい、ありがとうございます、はい、本当にねビジネスって基本的に成果を出してる人たちってすごくないです、うん、すごいんじゃなくて、このシンプルでかつ簡単なルールを大事にしながら、うん、人ほどやってるだけ、うん、マジで。あ、だからねすごくなくていいし、難しいことを選んでいいです。この原理原則ってことからずれないで、うん、そしてこれをねとりあえず3年間本気でやってみましょうよ。だって3年間お勤めされてる会社で3年間どんなに本気でやってもお給料100万ってなかなかいかないんですよ。でもね副業からだったら行く可能性高いのよ、うん、だからこれねまずやってもらいたいなと思ってて、ですでにねビジネスやってる人でも100いってる人はそれを1000万にしたりとか、1000万いってる人は月に1億円にしたりとかで、全部単純に同じことの繰り返しでゼロ増やすだけだから、うん、簡単だよ本当に。だからね僕の活動を見ながらね、ぜひあのバカな北原でもやれてるから俺でもやってみるか、私でもちょっと動いてみるかって思ってくれると、この動画の意味はあるんじゃないかなと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。概要欄の方にですね北原貴彦の公式 LINE をご案内させてもらってますので、よかったら友達になってやってください。そんなバカな北原がですよ、なぜ100円稼ぐところから50億まで叩き上げてきたのかっていう部分が垣間見える動画などを配信させていただいてますので、よかったら友達になっていただいた方にお配りさせてもらってますので、ぜひ友達になってやってください。一緒に行動していきましょう。最後になりますけど、よかったらですね、高評価の方と、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。ということで、
今日10本目終わったよ。ありがとう、10本目、10本撮り。ありがとう、本当にありがとうございました。ということで、引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。